はい、というわけで今日はね、弓削駅っていうところに来ました。弓に削るっていう字なんですよね。でこれね、岡山県で一番古い駅っていう話を聞いたんですけども、ちょっとね前から気になってたんですけど、結構ね、カッパが有名なんですね。はい、じゃあちょっと入っていきましょう。結構ね、俳句がなんかありますね。やっぱそういうの有名なんですかね。弓削駅後面、誕生寺。誕生寺はお寺ですね。お寺があるんですよね、大きい有名なね。たまにテレビのニュースで出たりしますけど、はい、こんな感じでございます。一番古いっていう話を聞いてます、岡山県内で。ここね、無人駅だとは思うんですけど、係の人がいましたね。まあ定期的にいるのかな。いいですね、なんか列車来ましたね。2両編成で、後ろの、ね、車両はドアが開かないと、前側だけ開くと、まあ、それをワンマンというかね、汽車の中でお支払いすると。はい、というわけで今日はこんな感じで湯気駅でした。 JR 津山線でした。一番古い、岡山県で一番古い駅ということでね、まあ立派な駅舎ですけど、ぜひ皆さんもねタイミングで行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません。失礼しました。この動画をいいと思ったら、グッドボタン、いつも動画見てくれてありがとうございます。はい、この動画をいいと思ったら、グッドボタン、悪いコマンドのブロックスライドチャンネル登録もよろしく。ありがとうございます。はい、どうも。